店舗販売業とは、規制緩和により2009年施行の改正薬事法で、新たに設けられた、一般用医薬品の販売業態である。従前の一般販売業と、薬種商販売業を統合する販売業態として、新たに設けられた。一般用医薬品を、リスクの程度に応じて第1類、第2類、第3類医薬品の3種に分類し、このリスク区分ごとに、 専門家による適切な情報提供が義務付けられる。一方、一般用医薬品の販売の専門家として新たに登録販売者の制度が設けられた。第1類医薬品を扱う店舗では、薬剤師を第2類及び第3類医薬品のみを扱う店舗では、薬剤師または登録販売者を店舗管理者としておかなければならない。 薬剤師または登録販売者の常時配置が求められ、必要に応じ、一店舗に複数の薬剤師または登録販売者を配置することが求められる。販売できる医薬品は一般用医薬品に限定され、そのうち薬剤師は第一類、第二類及び第三類医薬品を販売できるが、登録販売者は第二類及び第三類医薬品の販売に限定され、 1> 第1類医薬品は販売できない。なお、第1類は薬剤師、第2類及び、第3類は薬剤師、登録販売者の管理、指導のもとで、それぞれ登録販売者及び一般従事者をして、対面で販売授与が可能となったが、改正省令により一般従事者による販売、授与、情報提供は削除された。なお、医薬品の代金生産等、 必ずしも薬剤師または登録販売者が行う必要のない業務に限り行うことが可能である。卸売販売業は医薬品を薬局や他の医薬品の販売業、製薬企業または医療機関等に対して販売する業態であり、業として一般の生活者に対して直接医薬品の販売等を行うことは認められない。店舗による販売とは 必ずしも店頭における販売に限られるものではなく、薬事法に基づく許可を受けている薬局、または店舗販売業において、あらかじめその所在地や許可番号を明示する等の一定の条件の下で、購入者の求めに応じて、医薬品を配送する等、店舗を拠点とした販売を行うことは可能となっていたが、平成26年6月12日施行の販売制度に、 特定販売が規定され、薬局または、店舗以外の場所にいる者への販売、授与、例えば電話等による相談で販売に関する、配達などは実店舗を前提に、ネット販売、電話販売、カタログ販売は申請、届出が必要になった。第一類医薬品の情報提供について、省令で購入する、もの等から説明を要しない旨の意思表示があった。 場合においても薬剤師が必要と判断した場合には、積極的に情報提供を行わせる必要があること。なお、この情報提供については、省令より上位に立つ法律の薬事法第36条実行項6号で、医薬品を購入しまたは譲り受けるものから説明を、要しない旨の医師の表明があった場合には、適用しない、となっている。ただし、 購入者側から説明を要しない旨の意思表明があった場合はこの限りではない。薬剤師の管理指導のもとでの業務3年以上であることが条件店舗管理者による管理が主だが店舗管理者が直接管理しない場合は店舗管理者以外の薬剤師または登録販売者が管理代行できる薬剤師の配置義務が求められた店舗。調剤はしないが すべての一般用医薬品を販売することができた。改正薬事法の施行後、約3年の移行期間終了までに店舗販売業の許可を取り直す必要がある。都道府県知事が行う薬種商販売業試験に合格した者が営む店舗、指定医薬品以外の一般用医薬品を販売することができた。一般販売業と同様、改正薬事法の施行後、 約3年の移行期間終了までに店舗販売業の許可を取り直す必要がある。許可を取り直すと第二類医薬品に分類される指定医薬品を販売できるようになる。ありがとうございます。